こちらに、はい、ちょっとばかり怪しい箱がありますね。怪しいですね。怪しいですか、はい、すいません、ええ、で上にはこの100円、10円、5円、1円が載ってますね、はい、で番号が1番、2番、3番、4番とございます。これ好きなお金を好きな番号に動かしていこうということです、はい、5円を1番だとか1円を4番だとか何円からでもいいのでね、一つずつ指定していってもらえますか。はい、はい、どれからでもいいですよ。はい、じゃあまずはじゃあ10円を1番へ。10円を1番へ、はい、10円を1番へ。はい、次どうしましょうか。じゃあ100円を4番に。100円4番ですね。100円をよっと4番です。はい、じゃあ5円を3番。5円を3番。まあ残りは自動的に1番が2番に決まるわけですね。ですね。さあ、でこの蓋を取るとなんとこの結果がぴったり予言されていると。なんで？これちゃんと接着剤でついてるんですよ。見てもらっていいですか。結構がっちりついてるでしょ。こっちもこっちも別に怪しいとこはないというやつですね。うわ